では紐の練習です。まずこういう道具を作ると便利なのでご紹介します。工作用紙に穴開けパンチで穴を開けて違う色のリボンを通して後ろで留めています。今日はちょっとこれを使います。ではまず初歩の問題、初歩の結び方から、年少さん向けです。くぐらせる練習です。もうこちらの紐を少し緩めてクリップで留めちゃいます。でここに少し隙間ができてますね。でこちらの動く紐、もうこの赤い紐を動かせる紐と決めて、ここに好きな色のおはじきちょっと通してあげましょう。でこれをくぐらせます。はい、向こうに行ってこの中くぐる。はい、くぐりました。はい、ここで一回もう結ぶことができます。まず初めてのお子様はこのくぐらせる練習からしましょう。できればまた戻る練習。はい、向こうに行ってこのくぐらせる、この練習をしてください。